今日はシチリアの代表的な野菜料理カポナータを作りたいと思います。ナスはまあ、基本的にこのイタリアでは本当にこういう大きいナス、日本でいうと何でしょうね、品種的にベーナスになるんですかね、すごくこう大きいナスが主流なんですけれども、まあ、この夏のこう暑くなってきた時期の野菜でもありますので季節感もありますし、まあ、このナスを素揚げしてこうこんがりと旨味を引き出してから食材と合わせていきたいと思います。まあ、このオリーブはシチリアのこうすごくこう緑がかったすごくフルーティーな味わいのオリーブなんですけれども、そのケッパーはそのパンテレリアっていうケッパーのそのイタリアですごく有名なパンテレリア島ですよね、離島があるんですよシチリアの。まあ、そのオリーブとケッパーを使うことによりこう味のより複雑なコクと香り塩味もありますし、それを全てこう引き出していってシンプルながら複雑な味わいにできるように作っていきたいなと思います。この松の実とレーズンはもう本当シチリアをこう代表する食材というか、本当にこういろんなこうイタリアとそのアラブ系とか本当にいろんな国のその食材をこう混じってできたシチリア料理みたいな、本当に松の実とレーズンはシチリアでも本当によく出てくる代表的な食材でありますね。カポナータはやっぱ甘酸っぱい料理、まあ、イタリアでアグロドルチェって言うんですけど、今回はまあ甘みとしてレーズンとか蜂蜜、まあ、蜂蜜も自然由来のこうちょっと柔らかい甘み、酸味はアチェートロッソって赤ワインビネガーですよね、赤ワインビネガーも少し甘みもあるこう酸もあるっていう感じで、要はやっぱりこの甘酸っぱい料理なのでその甘みと酸味、まあ、いろんな食材のその甘みと酸味を引き出しながら作っていきたいと思います。では塩漬けのカッペリを水に流して水塩抜きですよねしていきます。やっぱこの塩漬けだと香りがすごく豊かなので、まあ、できればなるべくね塩漬けを使ってあげた方がこのケッパー自身のまあ、良い香りというかこうクロックマートな感じですよね、そういうのを使えるかなと思います。まあ、もちろん酢漬けでもね美味しいんですけど、まあ、なるべく塩漬けの方がいい、よりこのケッパーらしさが出てくるかなと思います。じゃあこのまま今塩を流してこのままお水につけといてこのまま塩抜きですよねしていきます。ではナスを切っていきます。まあナスはこの額のとこですよね、こう切ってでこうちょっと緑がかってるところはちょっと硬いんで落とします。まあ、半分に切ってどれぐらいでしょうね、ナスって結構揚げると縮むんで結構大きめに切ってあげた方がいいのかなって感じがしますね。こんな感じで、これをちっちゃく切っちゃうとどん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 揚げてちっちゃくなっちゃうので、なるべく存在感を今回はちょっと残してやりたいなって感じですね。はい、じゃあこんな感じ でこれを切ったらもうどん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 揚げていくんで、ちょっとこの端っこを皮のところ落としてちょっと油の温度を確かめますね。今これシュワシュワしてるんで大体これどうでしょうね、今軽く踊ってるから160か170ぐらいなんですけど、もう気持ち温度上げたいですよね。なるべく高温で揚げることでナス自身がどんどん油を吸っちゃうんですよね。だからあんまり低温で入れちゃうと油がどんどん油を吸って油っぽくなっちゃうので、なるべくそれを避けたいのでなるべく高温に揚げてから揚げていく感じにします。もうちょっと温度上がるまで待ちますね。この油がこう表面がこうふつふつ言ってきた感じにしますよね。そしてこのナスがこう入れた時にこう勢いよく踊る感じ、そしたらもう温度は大丈夫です。多分これ180から190ぐらいになってるんで、ここにどんどんナスを入れていきますね。じゃあナスを入れていきます。揚げ物するときは本当にゆっくり、例えばこういうザルとかあったらこういうのでこうやって乗っけてゆっくり揚げてあげたらいいのかなと思います。あまり一気に入れちゃうとこのナス自身のその水分が
うわーっと踊ってきちゃうんですよね。だからあんまり入れすぎないように気をつけた方がいいですね。だいたいこの鍋のこう3分の1から半分ぐらいまで、であんまり入れすぎちゃうと温度がどんどん下がっちゃうので、温度が下がるとまた先ほどお伝えしたようなちょっとこう油っぽくなっちゃう可能性があるので、それは気をつけた方がいいです。でこの気泡の感じで見ながら火の調整をしてあげるといいと思いますね。こうやって踊ってる感じがあったらもうベストですね。もうちょっと音が静かだなと思ったら火を強めてあげた方がいいと思います。本当に素揚げなので、あの切ってここに全く水分がない状態でどん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 揚げていくって感じですね。あんまりここで時間切ってから時間経っちゃうとどんどんアクが出ちゃうので、あのなるべくあの高温で一気に油を吸わせないように揚げながらあのやってあげるのがいいと思います。こうしっかり返してあげた方がいいですね。色がついたらあの表と裏を返してあげるような感じですよね。で全体をこうこんがりした色にしていきたいなって感じです。ではこれぐらい全体がこんがりしたら揚げていきますね。なるべくこんがりしながら、なるべく焦げすぎてないような感じがいいですよね。でこのまざるにどんどん取ってあげて、でどんどん揚げていきます。でちょっとこう油が切るようにちょっとこっちに置いていきますね。でこう慣らしてこう熱を出してあげるって感じですよね。最後に揚げるときにもちろんトングとかでもいいんですけど、トングとかだと余分な水分もし入ってたらバチバチって跳ねるって怖いじゃないですか。だから僕はやっぱこの菜箸が一番あの、まあ、調理法としていいのかなと思ってますね。例えば揚げ物のときとかパスタ茹でるときとか、なるべくこうまあ理にかなってますよね。この木のお箸っていうのはね、もちろん日本人だからこう箸をね使いやすいっていうのもあるんですけど、結構イタリアのキッチンに入るとこの箸を使いたいけど使えないから日本人っていいねって言われたことがありますね。そのよりこう繊細なこれを掴んだり本当に繊細な調理ができるんですよね。お箸って本当にすごいと思いますよ。ちなみにこの油はあの今回あのひまわりの種の油を使ってるんですけど、まあ、基本的に揚げ物はやっぱりあの僕はオリーブオイルは絶対使いたくなくて、っていうのは温度が上がることによってオリーブオイルのその酸が増えてしまうのでオリーブオイルの良さがなくなっちゃうんですよね。なんで揚げ物をするときは僕は基本的にこのまあひまわりの種の油か、もしくはあの落花生の種の油ですよね。そういうのをあのよりコクを出したいというかはあの揚げ物に使いますけど、今回は、まあ、あくまでこう揚げ物本当シンプルに野菜をするだけなので、まあ、あのひまわりの種の油を使いました。まあ、しっかり油を切って揚げた方がいいですよね。はい、こんな感じで全部揚がりました。でここでしっかり油を切ってからこっちに移して、なるべくこう余分な油を取り切るってことですよね。じゃあ野菜を切っていきますね。まあ、人参、玉ねぎ、セロリですよね。で今回はソフリットとかではなく、なんていうんですか、カポナータなので、まあ、食材として残るように大体そうですね、5ミリ幅ぐらいの角切りみたいな感じでちょっと作っていこうかなと思ってます。まあ、これぐらいでいいですかね。ちょっと大きいかな。まあ、大きさは好みですけどね、軽くこう食材として残っている感じがいいのかなと思います。で野菜をフライパンに入れて炒めていきますね。
ではここにオリーブオイルを入れて火にかけていきます。オリーブオイルは気持ち多めですかね、これぐらいの感じで、よくなじませて、でここに軽く塩を振っていきますね。まあ、軽く塩を振ってちょっと軽く水分を出してしんなりさせてから入れていくような感じですね。カップナッツの場合はあまりこう野菜に量をつけずにこうしんなりしてきたらもうそこにいろんな食材を合わせていくって感じですね。まあ、こんな感じでこう油をなじませながらこう優しく炒めていくような感じですよね。今温度が上がってきたんですけれど、まあ、一人はだいたいこう中火から弱火ぐらいの感じがいいのかなと思います。今ちょっと温度下げますけど、こうなんでこう色をつけずにこう優しく優しく炒めていく感じ。じゃあ野菜がこうしんなりしてきてこうちょっと丸みを帯びてきた感じですよね。じゃあここで次の工程に行きますね。ここにまずこのくべったレーズンですよね、ここに入れて、この野菜と油のうまみをこうレーズンに吸わせながらこのレーズン自身の甘みも引き出すような感じですよね。でこのケッパーカッペリですよね、ちょっと水からあげちゃいます。でしっかり水気を切ってこれも入れます。このケッパーは塩漬けなので塩味もあるので、ここでその 塩の感じと要は塩味と甘みですよね、それをどん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 引き出していくような感じですね。周りがこう焦げないように気をつけながらやってあげるのがいいですね。多少多めの油で炒めてるので、まあ、焦げにくいとは思うんですけどね。でここにちょっとお酢を入れます。お酢はもう本当に好みですね、これ赤ワインビネガーなんですけど、だいたいスプーン1杯分ぐらいですとかね、1杯もう気持ち入れましょうか、もう1杯もうスプーン2杯ぐらいのイメージで、で今こう一気にこう酸をぶわーって飛んでるんですよ。つまりなんて言うんでしょうね、強くない酸を残して作りたいので軽くこう加熱して、その酸味は酸味でもよりこう加熱したよりこう凝縮したようなあの酸味というか甘みとかも引き出したような酸味にしていきたいなって感じですね。で今こう軽く酸がちょっとこう飛んだ感じしますよね、最初のこうツンとした感じがなくなってきたので、ここにトマトを合わせていきます。トマトをこう手で潰しながら、でもし硬いところとかあったら取り除いた方がいいですね、例えばこういうところ。でお水をちょっと入れて、トマトを無駄なく使ったらいいかなと思います。そうそう、今トマトが入って温度が下がったんで一回火を強めますね。まあ、ここで全ての素材をこう一緒に煮込んであげるって感じですよね。その先ほどお伝えしたそのレーズンの甘みだったり、そのカッペリの酸味塩味で、そのトマトの酸味ですよね、全ての味をよりこう一体化させてよりこう凝縮させていくことでこう旨味が旨味を引き出すような感じです。ちょっとこうとろみが出てきてねっとりした感じですよね。これちょっと味見ます。
ここである程度こうこの後冷菜、要は常温か冷菜なんで、これ温菜っていうのはないんですよ。つまり味をより強めにした方がいいですね。その塩味と甘みを多少強めにしてあげることが大事です。でもしここでもし酸が足らなかったら、お酢もちょっと入れてもいいかもしれないですね。塩と蜂蜜と、要はここで塩味と酸味と甘みのバランスを取るってことですよね。もうちょいお酢も入れますね。もうこれは本当に味の好みなので、作ってる時に自分がもっとこういう風にしたいなみたいな感じで調整するのがいいかなと思います。いいですね。もう気持ち塩を足して、でここにオリーブと松の実を入れていきますね。オリーブはこれ種取ってあるやつなので、まあ、このまま入れてもいいんですけど、そうですね、まあ、好みによって、例えばこれを手でこうやって半分にしてもいいし、半分だと見た目的にいいかもしれないですね。もちろん種付きのオリーブを使う場合は、この種を包丁でこう取るような感じですよね。フルーツを切るような感じでやってあげるといいのかなと思います。このオリーブの量はもう本当に好みですね。具材としていっぱい入れたかったらもちろん入れてもいいでしょうし、少量でもいいのかなとは思います。ただこのオリーブ自身のその味コクが出てくるので、もちろんあった方がより複雑な美味しさになりますよね。ここに松の実入れます。この松の実はローストしてある感じですね。ローストしてこう甘みを引き出したような感じで、こう全体の味を混ぜて、じゃあ茄子を入れていきます。なるべくこう水分を飛ばしきる方がいいですね。やっぱりこう余分な水分が残ってない方が、最後にこうなんて言うんでしょうね、このあとナスを煮込まないので軽くもなじませておいて、つまりナスを煮込んじゃうとナスがどんどんとろけちゃうので、この最後合わせてなじませて終わりって感じですね。じゃあナス合わせていきます。こうもうナスがしっかりこう油を切って切れてるような状態ですよね。やっぱここで油っぽく、ナスが油っぽくなっちゃうと、すごくこの料理自体が油が主張しすぎちゃうので、なるべくやっぱりナスはこう油を抜いてあげてあげた方がいいかなと思います。最後合わせてあげて、こうここでもうゆっくりなじませるような感じ。木べらでもいいんですけど、もしゴムべらとかあったらゴムべらの方がより優しくていいかもしれないですね。全体をなじませて、こうナスを潰さないように優しくなじませるのがいいですね。でこう全体がなじんだら、もうこれで火を切っちゃって、で最後に蓋をして、でこのまま温度が下がるまで置いときましょう。ではこのカポナータがある程度温度が下がって、温度帯が下がったので、ちょっと移して冷蔵庫に入れて冷やしていきますね。これが熱々のうちだとどうしてもこの食材が崩れやすいので、なるべくこう何でしょうね、日本語的に言うと粗熱が取れたんですよね。こういう感じでゴムベラとかで優しく移してあげて、でもちろん温度が下がったら、まあ、このまま食べてもいいんですけど、なるべくこう、まあ、寝かせてあげる方がよりこう素材が一体感になってより美味しいと思います。やっぱり一回冷やしてあげるといいですよね。このまま一回冷蔵庫に入れて、このまま冷やしていきますね。ではカポナータをこれ冷やして、こうだいぶ温度が落ち着いてきたんですけど、もちろん冷たくして食べてもいいし、ちょっと常温に置いといて常温で食べてもいいと思います。じゃあ盛り付けていきますね。
まあ、本当にこれ盛り付けというかもう本当に盛るだけなんですけど、こう下にちょっと油オイルの感じが映るので、ちょっとこう上と下をこうなんて言うんでしょうね、こう返しながら盛り込んでいくといい感じに盛れると思います。あんまりこう混ぜすぎない方がいいですね。どうしてもこうナスがすごく繊細なあの柔らかい食材なので、でこんな感じで、ね、じゃあ仕上げにオリーブオイルと、胡椒、はい、ではこれで完成です。カポナータですね。